起きて今、大学開始5時20分です。おはようございます。お腹空きましたね。めちゃくちゃ寒いんですけど、気温がね、分かんないんですけど、今僕のトラック、で、4度ってことなんで、多分もうマイナスはいってると思います。あの暖気で温度上げてますんで寒いね。一応ね、今おろし、あ、来たかな、ちょっと待ってくださいね。来たっぽいな。ってことで呼ばれたんで、なんと3番目にして、この時間のおろしです。じゃあおろしてきます。埼玉県17号線乗っかっていきたいと思います。で、17号からずっと行って道中ね、16号に、切り替わると思うんですけど、そのルートでね、本日は行きます。で、まあ道中ちょっと、まあ、おトイレやなんや含めて、道の駅行ければなと思っております。巻き込みは大丈夫。はい、ということでこのまま左曲がっていきます。いや寒いね。一気に冷えたからね。今の現在気温が、なんと、0度ですね。めちゃくちゃ寒い。でもね、空はね、もう快晴な感じで晴れてますね。今から約2時間半ぐらいの旅なんですけど、どこ行けるかな。まあ、どこ行けるかちょっとまだ検討してないんですけど、まあ、行けるとこでね、ちょっと楽しみながら行ってみたいんですが、16号沿いに何があるかわからないんで、まあ探り探り、行きたいと思います。はい、ラーメンショップ、奇祭店、ラーメンショップ奇祭店行ってきました。めちゃくちゃうまかった。ちょっとラーメンは塩が一番うまいってね、よく皆さん言うとはったから、ちょっと塩でおすすめはネギみたいやったんで、ネギチャーシューでもよかったんですけど、ネギ塩で行きました。並みでね、リーズナブルで美味しかったです。800円やったかな。めちゃくちゃうまい。でニンニク入れたんですけど、めちゃくちゃニンニクとネギがすごいですね。出にくいな。でも美味しかったですね。ここおすすめ、リスナーさんから聞いてたんですよね。
あの仲いいリスナーさん、ラーメン好きな方がいて、もし行かはったらそっち行ったらみたいな話をね、あの言われてたんでちょっと来たんですけど、めっちゃおすすめ、さすがですね、うまかったっすわ。とりあえず埼玉県草加市、まだ時間余るんで、これでもまだ10時ちょいなんで、まあ、10時半ぐらい着くかなっていう感じですね。はい、初めてのラーメンショップめちゃくちゃ良かったし、また行ってみたいですね、ラーメンショップね。ラーショーラーショーってみんな言わはるんですけど、いや僕まだラーメンショップぐらいまだ1回目からラーメンショップ、2回目でラーショーで行きましょうか。はい、ということで美味しくいただきました。はい、お疲れ様です。じゃあ本日ね、草加市、やっとねちょっと途中止めて休憩してまあしたんですけど、今現在12時ということで、場内、入ってきました。でね、場内入ってきて今待機したんですけど、もう満載ですね。はい、そんな感じで、ちょっとまだ11時の便がまだ卸し終わってないというか、まあ、積んでないんか、まだ積んでないので、ちょっとそれが終わって12時の便、まあ多分前後してるのかもしれないですけど、で、あと1時の便という形でね、ちょっとまあ僕さっき見たら、まあパレットと、まあバラと、まあちょろちょろとある感じだと思っております。はい。いや、もうネット見てたんですけど、ちょっとまあ携帯見ながらなんですけど、2024年問題、とうとうちょっと明るみに1個出まして、深夜割引、東京料金所とかね、まあ各方面なんですけど、深夜割引を聞かして、まあ降りるっていうやつなんですよね。で、それが出たんですけれども、ちょっと時間がね、今まで0時から4時までやったのを、なんと、午後10時から午前5時に広げると、言うた内容になっております。で、割引率は、まあ、そのまま 30% なんですけど、ちょっと一個出てきたのが、まあ、長距離、の割引を拡大、する、まあ、ために、400キロ、っていう、そこが、まあ、ちょっとミソなんですよね。400キロを、超えて走行する場合は最大 50%、 最大 50% なんで、そこがちょっとまあどうなんかなっていうところですね。で、深夜割引を受けようとするトラックが対象時間になるまで、まあ、料金所との待機を防ぐのをまず、やるのと、運転手の残業規制の強化で、人手不足の予想され24年問題の回避を狙うっていうね、ネットがまあ出たんですよね。で、まあ確かに時間をね、早めてもらうことで、まあ休憩時間もねちょっとは取れることももちろん増えるんですけれども、まず待機場所じゃないですか。待機場所がねやっぱ難しいで、早降りたからって待機できるね、大きな倉庫であればまあいいと思うんですよ。まあ、コンビニとかもね、止めれればいいんですけど、やっぱコンビニも、もうだんだん厳しくなってきて、まあそんなね、長いこと、止めれんのがやっぱ現状でして、やっぱ迷惑やからってね、コンビニも嫌がるとこもやっぱ結構出てきてます。なんで、そういうとこのまず問題もありますし、もちろん路中なんかしたらやっぱね、運転者のやっぱ負担なんで、まあ駐禁切られる。ってなるとやっぱ金額も大きい、そして点数も切られる。まあそれによってね、免停とかなったら、やっぱこれから、稼ぎたい人、まあトラックで、仕事をされてる方、もうその生活困難になりますから、まずそこが、問題が出るので、その辺をどう考えてるのかなと、言ったことも思います。まあ運転者でも、まあ、僕みたいなバラ積みですよね。バラ積みとかしてたら、やっぱりバラを専門やってるとこって結構ね、順番取りがまだ未だに多いんです。で、もちろんね、時間指定もあるとこもあるんですけど、まあ、ないとこもあるので、まあ、そこら辺は様々なんですが、順番受付をするってなると、まあ、簡単に言えば、もう取り合いですよね。うん、5時から、あ、5時じゃないや。10時からね、降りれるって言うとやっぱ一斉に行きますよね。ってなると、やっぱ今まで12時までとか、あったとこが、やっぱその運行時間ももちろんあるので、まあ、その辺がちょっと、台数がやっぱ一気に増えると、やっぱそこは降ろす時間もやっぱ変わってくると。うん。だその辺も倉庫であったり、荷主さんが、まあちょっと変えてもらわないと、今度、早く行かなければいけない。
で、なおかつ今度下ろす時間、これが遅くなるっていったこともあるので、本当その辺をねちょっと考えてもらいたいなと思っております。で、あとはやっぱその走った距離ね、割引率、結局じゃあ負担額、高速の金額上がってんじゃないかとか、まあ、そういった問題も出てくるので、まあ、そこも含めてね、実質、まあそこを国がね、どういうふうに考えていくか、なんぼその最大 50% にするからと言うたかって、その 50% にしたかってね、僕ら給料は変わりませんから、明日はどんどん悪くなっていきますし、2024年残業問題、じゃあ、長距離を走らなあかん、給料は下がる、ね。で、労働時間、じゃあ、休み、休憩時間増えたとしてもね、やっぱ負担かかるのはやっぱドライバーさんですから、やっぱ言われるのもドライバーさんですから、はい、走れへんなったら延着や言われても、やっぱりドライバーがやっぱ言われるんでね、その辺も含めて国はどういうふうに、対策していくか、そこを考えてもらいたいなと思っております。まだブラックの企業実質やっぱあるんで、すべてがホワイトではないのでね、それを声に台にして言いたいですけど、400キロ走るってことは、やっぱり時間計算したら、1時間にだいたい80キロから85キロ、トラックの計算で言うと、そうすると、4時間でだいたい300キロほどです。はい。まあ、それを4時間で300キロぐらいかな。ちゃうわ。80キロだと4時間で、そうですね、300キロ前後ですね。高速の場合だと。まあそういったとこも含めて、まあどれぐらい考えてはるか、もうちょっとね、視野入れてもらいたいなと。だいたい、現行で、600いくかいかへんかぐらいで、だいたい、ただ8時間ぐらいですかね。ぐらいはやっぱかかるので、そう考えると、運行時間は大変になってくるんでね、時間が短くなればやっぱね、関東は行きにくくなるんで、そこも含めて、ちょっとまあ中市にしたら、じゃあ中市にしたらだ給料減りますから、まあ、そういったとこもね、十分考えてもらいたいなと思っております。これからね、悪化していくこの運転手の給料体系、ドライバーの人件不足、ドライバーの人員不足、そして、どんどん悪くなるこの運送業界、本当にこれでいいのか、そこをもうちょっとね、皆さんも考えてもらって検討してもらえたらなと思っております。まあ本当2024年、ね、まず一発目出てきたのが高速ですよね。待機問題どうするんですかと、そういったとこ含めて、なんぼ10時にして朝5時までで料金安くなりますよ、50%、400キロ走れば 50% になりますよって言うたかって、会社はその時間で降りるっていうのは間違いないんで、じゃあそれすると、まだまだ高速道路で待機する人は増えますから、そこはちょっとね、もっと視野考えてもらわないと、本当に困りますんで、結局会社、荷主はそれやってくれと絶対言われると思うんでね、分割休息制とか。そうなった場合に、やっぱりもう高速道路やっぱり止めるとこみんないっぱいになったままなので、それがちょっと2時間早くなっただけの話なんでね、まだまだいっぱいになりますんで、そういった難点問題まだまだ出ます。はい。それするんだったら一律一定距離で、もう深夜割も関係なく料金を対応してもらわないと、ドライバーさんの休む時間は本当に増えないんでね、そこをしっかり考えてもらいたいなと思っております。
はい、新井の道の駅。これ雪どっさりですね。めちゃくちゃ寒い。はい、そんな感じで無事にご飯すき家を食べてきました。ちょっともう時間ほんまないんで、駅降る前に出て行きたいと思います。さあ、ちょっと行きましょうか。はい、お疲れ様です。とりあえず、あ、めちゃくちゃ寒いな。マイナス3度とか4度ぐらいあるんですけど、雪、まあ今ここはねそこまであれですけど、木とか雪めっちゃ積もってるんで、まあ大変ですけど、寒い。明かりがないんで、明かりがあるところであります。はい、ということで皆さん、ちょっとブレブレですけど、本日もご視聴ありがとうございました。もうね寒いから携帯でやってます。はい、作成を。はい、ということでご飯も食べたんで、眠くならないうちに燃料入れて、とっとと北陸を、下っていきたいと思います。週末、本日動画ですけど、また次回もよろしくお願いします。では皆さん、またね。めっちゃ寒いて痛いし。お疲れ様でした。